イドーラは、クトゥルフ神話作品に登場する架空の神格。地球のすべての命の母と呼ばれる、豊穣の女神。別名、生と死の女主人、夢の魔女。地球誕生の後、最初の微生物が出現して、以来、地球と共に存在し続けていた。環境に対応して生き残るために、彼女は食べた生物の特性を獲得する能力を手に入れた。 ブラックスートラに記述があり、ミャンマー、チャド、ラオス、シュメール、ニューメキシコ、テキサスなど世界各地で様々な形で崇拝されているが、実は各地の教団はこの女神の変身した少女が教祖となっている。彼女に気に入られたカルトのメンバーだけが彼女を実際に見ることができる。信者には豊作と健康な家畜の恩恵が与えられ、中には 不老不死を与えられた者もいる。反面、信者になるのを断ったりした者には恐ろしい報いがある。この女神の変身は魅力的な少女の像を投影して周囲を欺くやり方で女神の正体を知る者や正体に気づいた者を完全に欺くことはできない。ヨランタという少女を名乗っていた際、正体に気づいた男に銃で撃たれた後、変身を保てなくなり、 男の前で歪んだ不完全な少女の姿を見せるが、着弾の衝撃によるものなのか、男の精神力が、女神の影響力を拒んだものなのかは不明。ウォルター・シー・デビル・ジュニア、ホワット・ラークス・アマング・ザ・デューンズ、プレデター、ウェア・ユード・ラ・オークス、ザ・バレット・ホラー。ありがとうございます。